大変です、はい、めっちゃ楽しい。栃木市でもたくさんの競技が開催されますが、その中でも今日はハンドボールご紹介します。じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。改めてハンドボールのちょっと、まあ、ルールというか競技の説明をお願いします。はい、分かりました。ハンドボールはゴールキーパー含め7人で行う競技で、7対7ですね、行います。で、どこから打っても、誰が打っても、どんなにいいかっこいいシュート打っても1点です。はい、ただ注意してほしいのが、はい、ゴールからこの半円が6メーターライン、ゴールキーパーのエリアって言うんですけど、この白いとこですかね。そうです、はいはいはい、ここはもう守備するゴールキーパーしか入れないエリアです。なのでこの中に入ってシュート打ってもノーカンです。なんですが、空中はもう自由です。いや、ハンドボール、はい、走ってってジャンプしてシュート打ったら1点です。はあ、い、今のかっこよかったけど1点。1点です。で、ハンドボールの秘密兵器、松ヤニです。松ヤニってこんなんなんでしたっけ。で、でこれがベタベタしてて、でもう手全体につけます、こんな感じで。もうめちゃめちゃくっつけていきます。はい、 うまい。あ、めっちゃ楽しい。この勢いでシュート打ってみません。じゃあいきますね。1、2。あ、うまい。鎌倉選手上手。大変です。はい、めっちゃ楽しい。魅力が伝わっている。嬉しい。中学校の時に授業であった、はい、体育の授業であったハンドボールって、うんうん、もうちょっとなんかカサカサしてて、もう一切持てないんですよ。そうなんです。持てないから、もうこの辺で落っこっちゃうんですよ。うんうんうん、言い方悪いけど、あんまり面白かった記憶がなかったんですけど。わかります。こうやってちゃんと手にフィットして、自分の体の一部が向こうに行く感じ、うまい表現。そうなんですよ、分身です、私たちの分身っていうこの状態になったら急に楽しくなった。嬉しい。面白いですね。あー、惜しい。アシュー、めちゃむずい、めちゃむずい。どういうこと。まだか、まだか。エコさん後ろでやってあげて。守って、守って。どこ、誰。いいよ、いいよ。もう一回っすね。難しい、難しい。もう一回。ワーボー。なになに、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 どうすんの。いいよ、いいよ。ちょっと選手のかっこいいところ見せてもらいましょう。私は無理。どうぞ。展開がもう多いので、だからその、まあ、よりルールを知ってもらったりとか、あとはポジションの役割とか知ってもらえたら、よりこう魅力が伝わるのかなと思います。地元国体ってすごくこう気合が入るというか、思いはかける、みんなもそうだと思うんですけど、強いと思います。でなおかつ私、栃木でハンドボールを始めた身なので、やっぱり恩返ししたいっていう気持ちで今頑張って取り組んでおります。